お世話になります。マトロックスの山下と申します。本日は弊社でリリースさせていただいてますマトロックスコンバート IP の説明をさせていただきたいと思います。コンバート IP はベースバンドと ST2110 を変換するコンバーターです。設定によってですね TX それから RX どちらでも使える製品となっております。コンバート IP は JPEG-XS に対応してますので圧縮して 4K の映像伝送も可能です。それから IPMX という規格にも対応してますので PTP が準備できてない環境でも便利に映像伝送を使っていただくことが可能です。でここの展示ではですねカスケードをかけてポート数をセーブしてですね安全に運用できるというようなデモを今回させていただいてます。評価機もありますので必要な時にはおっしゃっていただければと思います。はい、続きまして、モナークエッジという、SRT をベースにしたエンコーダーデコーダーのご紹介になります。モナークエッジはですね、リモートプロダクションに特化している、エンコーダーデコーダーとなります。まずこの E4 というのがエンコーダー D4 というのがデコーダーになってます。で、SRT に基本対応していまして 3GSDI4 つを受けてですねそれを HD であれば18エンコード同時に処理することができます。で、デコーダー側に SRT のストリーミングを投げていただくという形です。で、我々の製品の特徴としましてはタリーインカムをこのデバイスで対応することができますので別系統でコミュニケーションの部分を用意する必要がないというのが一つの特徴です。でもう一つはS1 という機材があるんですけれどもこの機材はエンコードしながらデコードを同時処理できますので映像のリターンをですね対応することができるというアドバンテージがございます。そしてもう一つはエンコーダーの方はですねシンクジェネレーターとして機能します。ですから設置いただく、スタジアム側でですね同期信号ない場合には、カメラと同期を取るために、エンコーダー側がモナークエッジがシンクジェネレーターになるという形です。で、スタジオ側に置くデコーダーはですね、同期信号を受けられる機能がありますのでスタジオの他の機材と完全同期を取ってエンコーダーから来たストリームをデコードして完全同期信号を出力できるという特徴があります。こちらも評価機ありますので必要な時にはぜひお問い合わせいただければと思います。